白山神社は、千葉県密し下藁田に鎮座する神社、旧社格は豪社、大友美子とくくり姫神を祀る。社殿によれば、人心の乱で敗れた大友美子が、東国に逃れこの地で自陣したとされる。落ち延びた美子が暮らした、小川宮の跡であるとの伝説もある場所である。その後、天武天皇十三年に直子下公し社殿を造営。 三を祭り田原神と称したと伝えられている。田原が、現在の地名、田原田の由来となった、ともされ、かつては、田原神社と称していたことから、元領8年に、十五石田の深海が授けられた、田原神に否定されている。拝殿には、江戸時代中期の神儀博、正俊王の文政十二年の筆による、田原神社の額が掲げられており、明治維新後社名を、 白山神社と改め、明治六年号社に列した。白山神社古墳本殿に接して、白山神社古墳があり、三子の墓との言い伝えがあるが、実際には、古墳は、古墳時代前期の在地主張のもので、三子の墓は、古墳の奥にある。この古墳は、帯津川下流域に臨む絶上の大地上にあり、全長約八十八メートル、公園部の高さ約十メートルの前方公園墳で、 ある。噴丘は、公園部中央に、くぼみがあるが、神社の車輪として保護され、球体をよく残している。公園部に比べ、前方部が低く、幅も前方に向かって、さほど広がらない形態を示していることから、対岸のメシカゴツカ古墳と、愛前後して作られた、古墳時代前期の古墳と推定される。本古墳の周辺には、倍長があり、 明治31年にそのうち数基が発掘され、故郷、自家等、鉄族等が出土したと伝えられている。白山神社古墳を公文天皇陵として自情させようという運動は、旧黒利藩主の森活動を中心に繰り広げられた。発端は、明治4年2月14日付の大乗館からの達しである。この立ちは、府、藩、県に対して、館内にある公費、御子、 王女などの両母の捜索報告を指示するものであった。これを受けて、田原田村の農民、古老に聞き取り調査が行われ、白山神社縁起校と題する報告書が、班知事、人理館に挙げられた。森は、この時所有していた、くるりき、かずさこなどを提供した。明治8年頃、教務省の管理らが、白山神社古墳の実地調査に訪れた。 公文天皇陵が事情される前のことであり、関係者に期待を抱かせたが、住民の伝える大友美子の年代よりさらに古い古墳のように思われるという見解が示された後、御坂がなくなった。走行ううしているうちに、明治10年6月、公文天皇陵は、ながら山崎陵に事情されてしまった。しかし、オビの住民野球くるり藩士はこれで主張を放棄したわけではなく、むしろ、 本格的な事情運動に乗り出していった。宮内省から未確定な領母が存在するため、古墳を発見した場合は、絵図面を提出するように、祭祀を営む子孫がいない章の墳墓がある場合は、在地伝説などを添えて報告するようになどの指示が出たためである。これに応じる形で、公文天皇御陵の義に不権限と題する権限書が宮内省に提出された。 この権限象は却下されることとなるが、事情運動はその後も明治30年代まで続いた。明治31年、東京帝国大学人類学教室の八木ソ三郎ブローラが白山神社古墳の実地調査を行った。不十分ながらも初めての考古学的調査であり、倍長とおぼしき場所から鏡と剣が発見された。彼らの調査結果は、 白山神社古墳は、水古朝、移行平安期以前のものであるとされ、公文天能量である可能性を否定はしなかった。ありがとうございます。